モデル出身の韓国俳優イオンさんが21日、死去して12年を迎えた。21日はイオンさんがこの世を旅立ってから12年になる日だ。イオンさんは2008年8月21日、KBS ドラマ最強チルー放送終了後の打ち上げに出席した後、オートバイで帰宅中、ソウルハンナムドンで車線変更しようとした際に転倒事故で亡くなった。当時、所属事務所は27歳で死亡したイオンさんの死因を頸椎骨折と明らかにした。死去から12年を迎えたイオンさんのファンらは、モバイルやインターネットを通じて、彼を追悼している。BTS、防弾少年団、本日の懇談会の様子が話題。BTS、防弾少年団、本日発表の新曲にワンショットの抜けが韓国で話題。本日、新曲ダイナマイトのミュージックビデオが公開。7人のメンバーの中、ジンだけには単独シーンがない。ジンのファンからは過去、授賞式での紹介ビデオにも、ダンスブレイクの映像にも、ジンだけが抜けていたと不満。ドラマコーヒープリンス1号店、13年ぶりに同窓会。2007年作で 27.8% の視聴率を記録。日本など世界各国で放送。女優ユンウンヘ、俳優コンユ、キムジェウク、キムドンウク、イソンギュンなど役者が大スターに。13年ぶりに出演陣をインタビューしてドキュメンタリー番組を制作。